にちは。思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は部活の顧問の先生がエコひいきをするときはってお話をしていきたいと思います。私はですね、2014年の3月まで公立の中学校で教師をしていました。現在は思春期の子育てアドバイザーとして年間3000組ぐらいの親子の勉強や子育て、あとはね、学校でのトラブルなどのサポートをしております。で、本日はこんな相談が来ました。こんにちは、道山先生。娘は中学の部活の先生に私だけがきつく叱られると腹を立てております。大好きなバスケのはずがもう行きたくないとか、泣いたりやる気をなくしています。我が子だけの話だとわからないので同じクラブの子供たちに聞いてみたのですが、やっぱりきつく当たられているそうです。エコひいきをする先生とは聞いていたのですが、そんな先生は私は一番許せないです。子供が自分は嫌われている、他の子にはすごく優しいという思いをしながら毎日のクラブはストレスになっています。しかしこういう問題の場合どう解決していったらいいのか分かりません。教えていただきたいです。まあこんな相談ですね。今回の相談者のように子供がね、部活でエコひいきをされていたら、やっぱりね、お父さんお母さんとしてはすごくね、心が苦しいと思います。じゃあこんな時に僕ら大人はどのようにサポートをしていったらいいのかっていうね、そんなお話していきたいと思います。もしね、あなたのお子さんが今部活で何か顧問の先生とトラブルを抱えていたとしたら、この動画見ていただければね、しっかり解決できると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではどのように解決していくかというと、まず最初にステップ1、チームメイトの意見を聞くです。これどういうことかというと、まあですね、今回の相談者の方はすでにできているんですが、最初にですね、例えば顧問の先生からね、じゃああなたがエコひいきされてたと感じたとしましょう。この時に他のチームメイトはどのように感じているか、これを必ず聞いてください。でですね、もしチームメイトも同じ思い、自分もひいきされてるとかね、自分もなんか体罰受けてるとか、まあそういうね、思いがもし出てきたとしたら、これはですね、はっきり言います。顧問の先生が良くないです。なぜなら、今の学校教育っていうのは、功利主義というものに基づいてね、作られてるんですね。功利主義っていうのは、まあ、ジェレミ・ベンサムというね、そういう方がね、提唱した考え方なんですけど、まあ、大多数の人が幸福になるものを貫いていきましょうっていう、そういう考え方なんですね。つまり、部活のメンバーの7割がその先生のやり方がおかしくないって思ってたら、その先生のやり方に満足してるのは3割しかいないんですね。これ功利主義の原則に反しているんです。なのでこの場合やっぱりね、講義をしてちょっとね、先生にやり方を変えてもらう、もしくは先生に代わってもらう、これがすごく大事になります。一方ですよ、その他のチームメンバーに先生にこんなひいきされてないって聞いた時に、いや私はそんな風に感じないけどなとか、私は今の先生すごく好きだよって声が多かったとしたら、これはですね、先生のやり方が顧問の部活のやり方に合ってるってことなんです。これ最初に言ったね、この功利主義の原則で言ったら、先生はこのメンバー全員の気持ちを満たしているってことになるんですね。であれば先生のやり方は間違っていません。この場合合っていない、あなた自身がやっぱりね、そのただ部活に合ってないってだけなので、自分の合う部活に変える、これがね、ものすごく大事になります。やっぱりね、今の時代っていうのは自分のね、気持ちだけで部活を全て変えるってことは難しいです。そこに参加しているメンバーのできるだけたくさんの子が幸せになる、いわゆる功利主義ですね。これに基づいてやっぱ運営されているので、まずは自分が変わるべきなのか、もしくは先生に変わってもらうべきなのか、これを他のチームメイトから意見を聞く、これを実践してみてください。はい、次にステップ2、顧問が悪い場合教頭先生に相談しようです。これどういうことかというと、まあですね、最初にお伝えしたように、顧問の先生が間違っているケースもやっぱりあります。まあこれ顧問の先生が悪いというよりも、顧問の先生の考えとその学校の生徒の考えがただ合ってないだけなんですね。だから逆に言ったら、じゃあ顧問の先生が他の学校に行ったら、そこでは合うかもしれないんです。今の学校のこの子供たちの気持ちとただ合ってないだけなので、まあでもね、合ってないとはいえ、やっぱりね、子供たちのその時点での子供たちの幸せにはつながってないわけなので、やっぱりこれはね、方針変えてもらわないといけません。そこで誰にお願いに行くかっていうと、教頭先生、つまり副校長ですね。この先生にまずはお願いに行ってください。で、この時のポイント一つ、何かっていうと、あなただけでは絶対行かないってことです。
もしね、この動画を見てるあなたが子供っていう立場だったら、必ずお父さん、お母さんと、あとは他のチームメイトと、その他のチームメイトのお父さん、お母さんたち、みんなで教頭先生に行ってください。これどういうことかというと、先ほど言ったようにね、部活っていうのはみんなの幸せ、できるだけたくさんの子たちが幸せになるような方針で運営されているんですね。なので、たくさんの子たちがその先生に不満を持ってるっていうことが教頭先生に伝わったら、やっぱり教頭先生からね、顧問の先生に何か言ってくれるわけです。でもあなた一人が変えてほしいって言ってもね、いやそれはでも他の子たちが満足してるわけなので変えることできないですよって感じになっちゃうんですね。だから必ずで何人かのメンバーで行く、これがものすごく大事になります。でお父さんお母さんたちがね、もしこの動画見てたとしたら、やっぱりですね、子供の幸せを守る、これがね、親の役目なんですね。だから子供が悩んでいたら、まあね、子供と一緒に学校に行ってあげる、これも一つ親としてのね、役目ですので、ぜひやっていただければと思います。はい、で次にですね、最後、自分だけ会っていない場合の対応法についてお話ししていきます。まあね、ステップ2のところでね、先生がね、のやり方が間違っている場合は交渉に行こうって話をしたんですが、一方自分だけ考えが間違っていて他のメンバーはその先生のやり方に満足している場合、これはね、先生に文句言いに行くべきではないんですね。やっぱり自分が変わるべきです。でこの場合どうしていったらいいかっていうと、まあ、まずですね、部活を変える、これをちょっと意識してみてください。例えばね、今バスケ部に入っているんだったら、別にそれをね、バレー部に変えたっていいと思います。卓球部に変わったっていいと思います。他の部活に行ったらね、自分に合う先生がやってくれるかもしれないです。だからまずね、部活を変える、これを意識してみましょう。あとね、どうしてもね、バスケをやりたい、もしね、今回の相談者の子がね、どうしてもね、バスケじゃないと嫌だって言うんだったら、もうね、その部活じゃなくてクラブチーム、これをちょっと探してみてください。今の時代ってね、本当に、地域にたくさんのクラブチームがありますので、そこの顧問の先生だったら、もしかしたらあなたに合うかもしれません。やっぱりね、いやいや合わない顧問の先生と続けていく、これはね、いいことではありませんので、ぜひね、自分に合った先生とかね、監督、こういったところをね、探して、いろいろね、回ってみるといいかなと思います。はい。でですね、本日お話ししたのは、まあ、部活の顧問とのね、トラブルの話だったと思います。私はですね、こういった、顧問とのトラブル以外にも、なんか学校で起きた時のね、トラブルの解決策とか、あとはですね、そもそもじゃあ勉強ですね、子供が勉強しない時にどのようにさ、親がサポートしていったらいいのか、あとは子供たち向けにですね、どのように勉強していったら、最も効率よく成績を上げることができるのかとかね、あとは高校受験のね、対策方法の話、お父さんお母さん向けに思春期の子供への接し方、こういった話をね、いろいろ YouTube などに上げております。もしよかったらね、チャンネル登録していただけると、大変励みになります。あとですね、コメント欄の方にですね、よかったらこの動画を見た感想、こちら書いていただけると大変嬉しく思います。別にですね、私を褒める必要はありません。あなたがこの動画を見てね、違うと思ったらね、その違うという意見をぜひ書いていただいてもいいです。私自身ね、全てのコメントに目を通してきちんと返信していきたいと思いますので、よかったら、コメント欄の方にも書いていただけると、嬉しく思います。